川島瀬名がファーストバスケットを決めていきました。さあチョン・ギボムからバウンズパス、ハレルソンのスリーポイント決めてきた。トレイ・ポーターの活躍。さあ一つ外してチョン・ギボム、さあコーナーからのスリーはどうだ。ジョシュ・ハレルソン決めていきました。スリーポイント決めていったジョシュ・ハレルソン。さあチョン・ギボムがゆっくりとボールを運んでいく。さあ一気に空いたスペースを見て個人技で決めていきました。福岡大附属大濠高校出身のこの2人、今日の注目選手2人がこのオンザコート。さあハレルソンのスリーポイント、オープンで打っていった。今日3本目。さあペネトレイト、そしてキックアウト、エリック・マーフィー。一つ外してジョシュ・ハレルソン、ステップバックからのスリーポイント決めていった。今日4本目。さあコーナーからここはシュートは打たない。さあここでレッドローから合わせ、アリウープパス。なんとハレルソン8本のスリーポイントアテンプトのうち6本成功。そして西宮なんとか追いすがっていこうというところ、繋いからのアリウープパス、ここをダンク決めていきました。15。さあここからまたセットオフェンスをやり直すチョン・ギボム。さあバウンズパスからフェイダウェイ決めていった。ジョシュ・ハレルソンです。パスコースをオーバーヘッドパスから、そしてオープンの状態でコーナー3は決めていきました。川島瀬名、トレイ・ポーターが壁になる。さあデクラン・ジョーンズ切り込んでいくか、フローターショットはどうだ、決めていった。エルボーの位置から決めていきました。さあインサイドに1つ預ける、ショットクロックは残り5秒だ。長谷川智信どうする、ドライブでペネトレイトからブロックショット、デクラン・ジョーンズ自ら行った。これは決まらない、タップショットも外れている。さあルーズボールはどうだ。さあエチェニケが持っていけるか、いやカウントです。先ほどのプレーです。この村上がちょうど行ったところですが、このエチェニケのショット。さあここでついていきたい西宮。さあこぼれ球、ここはファストブレイク、アウトナンバーを作って、最後はエチェニケダンク。このプレーです。長谷川智信速攻で行って、最後はエチェニケのダンクショットですが、浜高康明しっかりとリバウンド、スキップパスから合わせいった、リューパス。15番トレイポーター、ルーズボールになっているがどうだ、奪い合いになるぞ、体を持っていく、最後残しているが橋本がボールを持っている。そしてエチェニケダンクショット。さあもうパスを出すこともない。さあ残り時間が経過するのを待つ。ここで第4クォーター終了、試合が終わりました。90対80。